はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は波動高校飛距離くんのイベントについて、ちょっとね語っていこうかなと、思います。で、この飛距離くんですね、サクセススペシャルの方では、今回が2回目になりまして、前回のね飛距離くんイベントかなりの、神イベント、でしたので、今回のね波動高校飛距離くんが、初めてだよという方につきましては、これはねぜひ走ることをおすすめします。時間のある限り、石のある限り、ひたすらパワチャレでホームランを打ちまくると、いうことをやって、やればねやるだけアイテム系がめちゃくちゃ手に入るんですよ。で、飛距離くん自体はねどんなイベントなのかっていうと、イベント説明を見ていきますと、打撃の飛距離を稼いでコースを巡ろうということで、飛距離かけるそのホームランとか打つとボーナスがついて、でさらに、持っているキャラクター特攻キャラですね、この2人のレアリティについて、ボーナスが加算されて最終的な進む、メートルが、決まるというような仕組みになってます。で特攻キャラについては3本松と、今回ニューキャラクターの、江戸川っていう、2キャラになるんですけれども、これは持ってるだけで大丈夫です。この2人を使ってなんかどうのこうのっていうことではないので、で一応ね3本松については前回自分はねPSR 補助券でPSR の3本松が当たりましたので、今回、大いに、役立ってくれると思います。であと新しい特攻キャラの江戸川なんですけれども、この江戸川自体は、チャレンジでもう SR まで手に入るんで、無理してねガチャを引く必要はないかなと思います。一応パワーチャレの方で、ホームランを打っていって、45本まで到達すると SR の江戸川が手に入って、でかつ江戸川自体は固有持ちです。で35で固有が発動するので、ガチャとかはね別に引く必要はないんじゃないかなと思ってます。で一応飛距離くんお役立ちガチャみたいなのが、今来てるんですけれども、こちらですね。でこのガチャ自体も、SR が確定しているわけではないので、よっぽど江戸川の SR を早く手に入れたいとか PSR を手に入れてマジガチで走りたいっていう人以外は、別に普通に手に入るんで引かなくていいんじゃないかなと、思ってます。でパワチャレをやって、どんどん進んでいくんですけれども、飛距離くんの方の画面を見てみると、まずは波動高校にいますと。今このパワープロくんが波動高校にいて、で次の目的地がパワフル高校で、4600m と。で、一周するのに一応右上のゴール地点まで、28300m ってあるんですけれども、これ何周でもできます。で1周目と2周目くらいまでは、報酬が決まってるのかな。で3周目以降になると、例えばパワフル高校は今3本松がいるじゃないですか。で基本報酬この3本松についてはもう変わらないです。でレアリティに関しては、多分 R と PR と SR が出ます。 PSR が出るかちょっと分かんないんですけれども、SR は、出るはずなので、走れば走るほど、どんどん3本松が溜まっていきますと。で同じ感じで SG 高校の方にも江戸川がいますので、これも SR が出るのかな、ちょっと、謎ですけれども、走れば走るほど、キャラがどんどん溜まっていくのと、でさらに大筒高校についてはチケットになってますので、これも今は PR チケットですけれども、大体 R とか PR が多くなるのかな。走れば走るほどこれもどんどん溜まっていって、ゲドウ君も溜まっていきますと。でパワーストーンについてはちょっとランダム性があるので、絶対パワーストーンが出るかって言われるとそうではないんですけれども、走っていく上でパワーストーンが、手に入れば、それを使ってまた走れるというようなところになってますので、ある程度半永久的に走れるようなイベントになってますので、時間のね許す限りこれはやっていくのがいいと思います。自分はね今週もちょっと忙しいんでなかなか、走れる時間がないんですけれども、どっかで時間を見つけてドカッとやっていきたいと思ってます。で、これ自体は普通に試合をやって、いつも通りですね、進んでいきますと。これは適当でいいでしょう。しまくれ飛距離くんでハッスル 1.5 倍と。で最終的な飛距離に 1.5 倍されるようなところになるのかな。で今回は打席しか回ってこないんで、もうひたすらホームランを打つと。でたまに
ですけれども、投手の時にも打席が回ってくるのかな。おお、ジャイロボールか。いきなりアウトになってしまった。これアウトになると確か進まないはずです。ちょっと待って、いきなりジャイロボールもちょっと当たるのきついな。しかもスラーブ全く進まないぞこれ。おら、よしよしよし、これでホームラン打って 135m ですよね。あーっとか、飛ばしちゃった。で、ホームランボーナスがつくんで実際には 135m 以上進みます。もう一回ホームラン打って 137m と。で、ホームランボーナスかける3倍なんで、まあ何メートル、 450m はいかないですけど、 400m 近くはさっきのホームラン1本で進んだのかな。ちょっと少し打ちづらい投手が来てるかな。でも変化球は2種類だからね、ストレートを狙い撃つと。まあ俺は基本的にはストレート狙いなんで。で、 139m かける3倍と。でうまくいけば1回でももうなんか 1000m 単位で進んでいくはずなんで、確かここからさらにこの特攻キャラボーナスが加わるんで、1238の3本松系で 1.5 と、まあ、2488と。でここであと江戸川くんが手に入ってくるとさらに進める距離が増えますので、こうやって1個ずつ、いく感じかな。でパワフル高校に到達すると3本松で、新上高校に到達すると招き猫3校と、まあ、これ絶対招き猫3校かって言われるとそうじゃないんですけども、これをこう永遠に何十周もできて、前回のね、飛距離くんは俺多分ね40何周したと思うんですよね。で40何周してその時の、特攻キャラが、まあ、マキシマムだったんですけども、マキシマムの SR は1回出ました。でこれ多分運なんで運がいいと多分もう3周目4周目5周目で、SR が出てくる人もいると思います。で、まあ普通にねいつも通りこうパワチャレをやって、パワチャレの報酬も、もらえつつ、さらにね、別のアイテムも、もらえるようなイベントになってるので、これはねほんとすごいいいイベントですね。でもちろん普通のパワチャレなんで、まあ点数をね稼ぎ出せば、これはどれだ、全国ランキングの方もですね自動的に上がってくるような感じになるんで、まあ、報酬がね今回こっちは清本なんで、まあ、微妙といえば微妙なんですけれども、まあ、こっちの報酬もうまくいけば SR キャラが手に入ったりも、するんで、ただねこれはめちゃくちゃ上がると思いますラインは。前回の飛距離くんの時とかでもすんげえとんでもない、点数だったと思うんで、ボーダーラインが、まあ、清本なんでね絶対こっちを取りに行くかと言われたら、あれなんですけれども、まあ、飛距離くんを走ること自体は、まあ、アイテム大量に手に入るんで、まあ、ぜひともね、やっていただければと思います。なので俺も前回ねあの飛距離くん走って、ね、招き猫がまだ100個以上残っててかつお守りもね100個以上残ってるんで、まあ、今回もね走れば多分永遠に持ち込みが可能になると思うんですよね。やっぱりねこの招き猫とね、お守りがないともうちょっとねサクセスがなかなかしんどくなってきちゃってるんで、まあぜひここでねアイテムを稼いでいきたいと、思ってます、というところで、まあ神イベント、飛距離くんのご案内でしたというところで、今回の動画は終了したいと思います、最後までご視聴ありがとうございました、では皆さん飛距離くん頑張ってください。